ワイルドです。こんにちは、マシャギです。今回はメカローグです。ランドリー2枚、カチカッチン2枚、ギアチェンジ2枚、ドローン分解器2枚、周波数オシレーター2枚、秘密の通路2枚、ガラクタの山から2枚、ピットイン2枚、メカワーパー2枚、巨子の骨身2枚、伝説ロボ2枚、発明家2枚、スパイダー2枚、カッパーテールの患者1枚、ショッキンガー1枚、天才ミミロン1枚、ボルトロンプライム1枚という構成。これはジャンバジューズさんかな、今月レジェンド上位に到達したというメカローグです。で、デッキの特徴はメカを中心としたローグで、スタンダードでもうプレイしたね。で、タイタンの目覚めのカードでまだ使ったことないのはこれだけかな。3マナ43カッパーテールの患者、超電磁、これが攻撃するたびコイン1枚を得るメカ獣で、ワールドだとメカワーパーや伝説ロボいるんでコスト下げて一気に展開することができる。特に1マナ超電磁とコスト最高化相性いいと思います。ワイルドの新旧メカ入りローグ面白そうだったんで試してみたいと思います。それではプレイの方どうぞ。はい、ローグミラー VS ガローナ、一つ残さない、ワーパー OK、 ピットインか、変えるか。お、イングスウェインか。段取り段取り、じゃあピットイン欲しいわ。あ、顔ガラクタの山からいいね。ふう、猛毒いるかな、いらんか。あ、ひどく買おう。ギアチェンジ、結構よし、ギアチェンジ、ピットイン、発明か。ポン、10点通るかな。あー、そういうことか。ダジッカ、なあ、オッケーオッケーあ、これだけで勝っちゃう、マジすげえ。はい、赤ずきんジェイナ、あら、私の目はごまかす。あー、こういうことではないんだけど、はい、ようか。え、なさる、これか、はい、いっか。あ、いいね、プレミだったらどっとこうかな。伝説リでいっか、種、冷血、あ、凍結光線、冷血じゃない。あ、ギアチェンもまあ悪くは、ちょうどにせんなだって。なんだこれは、3ダメージ、ポケツ1の2の3つの通路、とりあえず見るか。これで1枚もらえるから、3点、まあいいか。秘密の通路でいいかな、次。おう、凍結コイン、あー、手札3枚、ピットイン、とりあえずガラクタの山、ガラクタの山、カチカチ、あー、ガラクタの山、伝説ロボ、おう、まあいったもんね。ビットインの発明家欲しいね。もうそれはもういい。あ、す、ああ、次達成か。まあいいんだけど。
チップ、リサルじゃん。リサルじゃん、リサルじゃんか。あー、ガラクタの山からと伝説のロボ相性がいいんだ。はい、リッチキング VS リッチキング。はい、発明か発明か。いやー、島の引ければ強いけどさすがに変えるか。島の超電磁もらえればな。赤か、卵マジ。とりあえず1個やっぱ。赤じゃないのかもしかして。ほい、やっとご先祖様が役に立ってて。デコ一風でコイン2枚か。隠れみするけど抹殺とかあるかな。取られなきゃリーサルなんだよ。早い、早いわ。いや割とこれあるもんな、スタンダードでも今回で負けることあるよ。あ、ユーサー VS ウーサーザ・ライトブリンガー。あ、我名誉を持って戦う伝説。あー、いいかもな。音を刻んでくよ。え、人たりとも怒ってはおかぬ。いや、どうすか、ワーパー。こうかな。よみがえりか。腹筋が。じゃあいいかな。めっちゃ強い。まあありそうだったね。あ、ギアチェンジいいね。とりあえずこうからのギアチェン、オシレーター、段取り、あー、でこうか。さあいけるか。数はそれなりに出るけどな。はい、ああ、あ、ボルトロン出せる。どうしような。まあカード引こうか。痛いけど、痛いけど、オッケー。1枠開けとくか。次は14点出る。あー、これでダメージ出してって感じかな。そうだ、まあまあよかった、ボルトン出せたのはよかった。はい、ローグミラー、バリーラ、バリーラ。背中に気をつけて。いや、ワーパーいいけどな。よし、残しとくか。どうじゃ、残しといてよかった。こっちか。蒸発よみがえり疾風、パッチズ手元だよな多分。この音楽いいよね。とりあえず全部超電磁で
ドリロジャー痛い避けて、よし振るかで出る、伝説ロボ挑発モード消し、これでいくか、あー船長いる、マジか、船長いんな、予想外だなやばい、返された、冷血とりあえずか、ライムでいいんだけど、まあとりあえずこうか、赤敵、あこれ同時に出さないともったいない、新しいキラキラ、意味なのか、さすがに出すか、挑発せな、だってあれはかじきだよな、そう魚の餌にばっかりいいや、これはどうしよう、ドローの方がいっか、身においった所有者の手札に戻す、ドローン分解機、あーまあいいか、運び屋、まあここ動かんもん、であれがハカジキだから猛毒、おこれさ、リザル別にいらんかったいらんかった、爆で OK、 あーよしよしよし、あーよかったね、今回ミミロン結構活躍してるな、前回使わなかったスタンダードの時、はい、ということでメカローグでした。メカでめちゃくちゃな動きできたんでよかったと思います。やっぱりメカワーパーや伝説ロボの効果で1マナ超電磁が凶悪だったね。あと今回は天才ミミロンよかったかな、ボルトロンも普通に活躍したね、まあ、この辺も普通に使えたんでよかったと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました、よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。